ベンテムウオは、鈴木シ島ガツオカベンテムオ族に分類される蒸気魚の一種。広く高い背びれと尻びれが特徴の深海魚で、ごく丸に漁獲される。生魚は、全長40センチメートルほどで、左右から押しつぶしたように扁平な体型をしている。背びれは、口のすぐ上から、尻びれは、胸びれよりも前から始まって、それぞれ尾ひれの直前まで続いている。 どちらも関節のない南条が狭い間隔で多数並び、南条数は背びれ46から5 5トル、尻びれ40から4 3トルに達する。さらにヒレの中盤では南条が長く発達し、本種の特徴である高いヒレを形成する。南条の間に張っている木膜は黒い。このヒレを広げて敵の攻撃から身を守るとされているが、定かではない。 胸びれは、釜状に発達するが、太鼓よりも短い。腹気は喉にあり、小さい。体は、銀褐色で、ひし形の薄い鱗に覆われる。口は、下顎が上に突き出し、鋭い歯が二列に並ぶ。北、太平洋の温暖な海域に分布し、中層に生息しているとされるが、滅多に漁獲されない魚であり、生態はほとんどわかっていない。 2000年前後以降の日本では、1997年1月に富山湾で水揚げされている。2014年11月28日には、同じく富山湾の富山市浜黒崎沖約 2km の水深 60m 地点に仕掛けられた低地模様にかかった。マグロ類などの大型魚類の餌になっているようで、その胃の中から見つかることがある。 弁天魚族の海分類としては、弁天魚を含む以下の三種が知られている。また、同じ島月丘の竜宮の姫も背びれ、尻びれの規定が前後に長く発達しているが、ヒレの高さは、弁天魚ほどではない。竜宮の姫の同族種として、北、大西洋産のテリコンバスブラマフライズ、1837もいる。図鑑でしか見ない、弁天王水揚げ。ありがとうございます。